はい、どうもこんにちは、七木です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は位相空間論の題材ですね。次の命題で任意の位相空間で成立するものはどれかっていう問題ですね。1番から4番までの命題が、真であるものはどれかっていうことです。はい、それでは考えていきましょう。1番ですね。 X が連結の時、どれも連結に関する、命題ですね。だから、連結集合についての問題ということが言えますね。はい、深く考えていきましょう。1番ですね。これはどうですかね。1番はこれ、実は不成立ですね。これはまあ簡単に見つかるかもしれませんけども、どういう位相空間考えればいいかっていうと、部分空間として、例えばこうやって分けちゃえばいいんです。実数の、実数は連結空間ですよね。で、連結空間の中の部分空間として、0、1と2、3というふうな、空間を考えたら、これは非連結ですよね。これだって0と1のところの部分と、それから2、3の部分の、マジョリじゃなくて、和集合ですから、これは離れてますんで、こことここが不連結ですよね。なんでこれは連結じゃない部分空間になります。だから部分空間勝手に取ると、連結と限らないということです。いいですかね。はい、2番に行きます。X の任意の連結集合の内部はまた連結であるってことですね。これもなんか一見成立しそうですけど、実は 不成立なんです。例挙げられますかね。ちょっと考えてみてください。トップして不成立ということを告げただけで、見つかればいいんですけれども、なかなかちょっと難しいかもしれないですけど、 R2 で考えて見つかります。例えばこういう例を考えてみましょう。これ文字で書くとちょっと分かりにくいですけど、第一象限と軸交えたものですね。これと、それから第三象限ですね。X が0以下、Y が0以下の部分。これ、要するにこういうふうに取ったところです。ここの部分と、ここの部分ですね。取ったものが、連結空間ですね。これは、原点のところ、これ、閉じてますんで、つながってますんで、これ両方ともイコールついてますね。つまり原点入ってるんですよ、両方とも。だから連結空間です。ただしこれ内部を取ったらどうなるかっていうことですね。内部を取ったらこれ境界をがなくなってしまうんですよ。ここの部分の境界はこれ触点になっていて、ここの部分は、内部じゃないですよね。内部じゃないので、内部を取ったらこれはこういう形になってしまいます。ここが点々になってしまいます。これがこんな風に X 軸が点々点々になって、 Y 軸も点々点々になっちゃって、ここの部分とここの部分になってしまうんですね。この辺は確かに変わらないですけど、問題はこの原点がこう穴開いてしまうってことです。で、穴開いてしまう関係で、こちらのこの A の分野部分と、それから B の部分ですね、これ共通集合が取れないというか、要するに両方とも回集合になっていて分離されてるわけですよ。だから、連結である条件を満たしてしまうわけです。いいですか？ X はこれの内点を取ると、
これは A と B の、和集合で書けるわけですけど、 A と B が両方とも空でないオープンという形で、書けてしまうわけです。だから、非連結になってしまうんですね。内部は非連結になってしまう。だからこれも不成立ってことです。こっち側はね、原点でつながっている、いたから原点で、つながっていて連結。ですね。でもこれ、もしこれ原点が入ってなかったら、もちろんその非連結なんですよ。この上側の線でも、ここの部分が原点が、覗かれていたとしたら、ここが入ってなかったとしたら、連結ではないですよ、これはね。でも、ここはその、内点ではないので、原点は内点ではないので、内点全体を取った時に原点はここは、取られてしまうわけですね。というわけで、A と B のこの内点全体の集合の和集合という形にかけるから、結局非連結になってしまうということです。はい、3番に行きます。X の交わる、2つの連結集合の共通部分は連結。そろそろ、成立するものが出てきそうですけど、これも不成立なんですよ。はい、どういうものがあるかっていうと、図で書いた方が早いかなと思うんですけど、こんなような、R2 の部分空間を考えてください。片っぽがこれで、もう片っぽがこういうやつですね、みたいなのを考えると、共通部分どこかっていうと、ここになりますよね。これ離れてるじゃないですか。だから、共通部分を取ったものはこの緑の部分ですね。で、緑の部分はここは離れてるので、非連結になるわけです。つながってないんで。まあ具体的にじゃあ式で表すとなると、ちょっとまあめんどくさくなるけど、一応上げときましょう。 U1 として、XY で、まあこれ線分になっちゃいますけどね、X の2乗足す Y の2乗が1っていう円の半円ですね。Y が0以上のところと。で、U2 として、XY という点で、まあ、半円上の、まあ、円の下半分というふうにすると、U1 と U2 のこの、共通集合ですね。が、共通集合は、これは、プラスマイナス10という点が2点離れたところにあるだけの集合になって、これ不連結ですね。ですか。ということで、これも例外が、判例があると。はい、じゃあ4番ですね。はい、 X から、連結空間 Y への全斜連続斜像が存在すると。これはどうですかね。なんか似たようなその命題があったことを覚えてる人いると思うんですけど、これ逆なんですよね。fx から y で、x の方が連結であるとすると、で、全斜連結連続斜像。全斜連続斜像だとすると、連続斜像だとすると Y も連結っていうことは言えます。まあこの命題は前にも証明したと思うんですけど、連結のところで証明してると思うんですけど、これなんでかっていうと、もしその連結でないとすると、Y が連結でないとすると、Y から、01への離散空間への斜像が、全斜連続斜像が存在するっていうのが、
ありましたね。2点からなる離散空間への全車連続車像が取れるっていうのが、非連結の、別の定義でしたよね。でこれ合成すると X が非連結になってしまうじゃないですか。この車像を G とすると G0F っていうのは、連続でかつ全車になって 0G への、全車連続車像ができて結局 X が非連結になってしまうわけです。だから矛盾ということで Y は連結っていうことになるわけです。だからこの元の空間が連結空間だったらその連続車像による像ですね、まあこれ全車って言ってますけれども全車というのがなかったとしてもその FX の像ですねイメージは連結空間になります。だから Y の部分空間として、その Y の中で連結になるんですよ。たとえその全車じゃなかったとしてもですね。ただこれ逆は言えないんですよ。つまりここをこっちが連結っていうふうにした場合にこっちが連結っていうふうにした場合に X も連結っていうのは、これは実は成立しないんですね。まあこれなんでかっていうと簡単に命題作れるからなんですよ。例えば X として01とさっき1番で作った01と23というこういう集合から0へのまあ定置車像を作っちゃえば FX イコール0っていう定置車像を作っちゃえばこれ全車連続車像になりますよね。で X は連結じゃないじゃないですか。これ連結じゃなくて定数車像はこれ連続で全車ですから0しかない空間に0を対応させる関数は連続車像でしかも全車ですよね。だからこれは不成立というわけです。というわけでどれも不成立でしたね。ちょっと反感買うような問題の構成で、申し訳ないですけれども、まあでもねこういう判例を考えることも、まあ、意義があることだと思いますんで、まあ、成り立つものだけではないですね。こういう判例も考えていった方がいいかなと思って、お出ししました。まあ、連結するところが見たいっていうんだったら、まあ、東京駅行ってね、小町とはやぶさの連結でも見に行ってください。はい、というわけで今回は、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。